モータク、無事だったか。うん、進軍準備はできている。いつでも号令を出せ。さあ、卑劣な奴らを打ち果たしましょう。まだ希望はありますぞ、殿。殿、こいつは弔い合戦です。あのカクって軍師、許しておけねえ。天意の敵、必ず打ってやりましょう。伊天学臣の両名がいれば心強い。直ちに進軍を。天意が死んだなど、とても信じられません。仇は取らねば。必ずや長州と核の首を取りましょう。核は策士として名を知られています。一筋縄ではいかないでしょう。気を引き締めてかからねば。天意殿は立派に務めを果たしたのですね。オイラたちが泣いても天意は喜ばねえ。泣く暇があったら曹操様を助けろって、きっとそう言って怒るだよ。天意殿はこんな俺にも優しく。殿、天意殿の仇をどうか。行くぞ、書こうとも。わしの後に続け、猛毒。炎上を落とす。容赦はいらん。全ての敵を打ち果たせ。城の東門、南門の二方面より攻めるのだ。全員進め。これも核の指図か。生きていれば
挽回の気はある。おお、猛徳機嫌万丈だな。ならば俺はさらに奮戦せねばなるまい。奮戦せねばなるまい。今なら長州の背後をつけよう。復縁に合図を送れ。なんだあいつの前に。猛徳、各家の奇襲が成功したぞ。敵は混乱している。長州を撃つなら今だ。貴様に縁を奪われてたまるか。長州を甘く見るでないわ。各が動き始めたようです。滅びろ。便宜言ってるだぞ。おいら何があっても曹操様を守るだよ。殿、背後の敵は俺に任せてください。天の敵討ち頼みました。やれやれ、長州は困ったお人だ。兵に注意するよと言っていたのだが、しかし想像だ。あんたは噂以上の俺だ。彼女は冷静に手を打ってくれ。滅びよ。こいつは豪快だ。俺も
こうしちゃ折れませんな。我が波動の前に滅びよ。キラン、モートク、こんな奴に情けをかける気か。情けはかけぬ。天意を打ち、わしを追い詰めたその才を惜しむゆえよ。その才があれば、天下に歯を唱える日も近づく。素晴らしいね、そうそうだ。情けはかけぬ。その際使えぬと分かれば命はないぞ。